やあ、お嬢さん。プロデュース兼監督兼脚本家の。マズマ。覚えていたのか？グレイのくせに。いや、失礼。お前が何者でも関係ない。俺の大事な主演女優。ただ、それだけでいいんだ。とにかく、次のシーンの構想を聞いてくれ。やだ。日も狂わんばかりの弾幕の中を駆け抜ける少女。果たして、彼女を待ち受けるものは？ここは、そういうアクションとミステリーが狙いだ。嫌だ。よーし、早速行こう。アクション。アンプリフィケート、どいて。デッドフォージ。走れ、駆け抜けろ。アンプリフィケート、どいて。デッドフォージ。アンプリフィケート、どいて。デッドフォージ。エンデュランス。アンプリフィケート、どいて。デッドフォージ。スナイプ。アンプリフィケート、どいて。デッドフォージ。スナイプ。アンプリフィケート、どいて。デッドフォージ。いいぞ。でも、多少は傷ついてくれよ。
プリフィケート。どいて、デッドフォージ。エンデュランス。アンプリフィケート。どいて、デッドフォージ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 。ここで一度カメラを止めるぞ。編集でうまくつなぐからな。さて、彼女を待ち受けていたものは、そう、こいつだ。これはな、敵が差し向けた最終兵器と見せかけた雑魚。まあ雑魚といっても恐ろしく強い。果たして彼女は勝てるのか。もう嫌だ。まったく女優ってのはわがままだな。でもやるしかないぞ。だってそれが女優だからね。いいな。よし、アクション。デッドフォージ。
エンデュランス、アンプリフィケート、今のいただき。じゃあ、俺は次のシーンの構想を練ってくる。それまで休憩だ。